どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三国新世の動画作っていきたいんですけども、初心者へ向けての武将解説シリーズ第11回ということで、長将の紹介をしていきたいと思います。初めての内政官ということになりますね。で、勢力は5でコストが7ということになってます。ただ内政官なんで戦闘に出ることがほとんどないということで、コストの高さというのはあまり関係がないというか、マックスコストだったとしてもですね、特に困ることはないんじゃないかなと思いますね。で、兵士適正なんですけど、これまた内政官らしくですね、槍が B で残り全部 C ということになってますね。なんで兵器運用すらできないということになってますので、この武将を戦争に出すって言うたらですね、よっぽど手持ちがない時だけということになりそうですね。で、属性も見ていきたいんですけど、武力がなんと1桁の3しかないということなんですね。これは最低クラスじゃないですかね。3ってひどいですよね。女性武将より低いっていうのはちょっと気の毒な気がしますね。ただ知力に関しては初期値で84ということになってますので、知力系の武将としてはですね、まあ使えんことはないかなというところですね。ただ統率も33しかないと、で速度も遅いっていうこともありますので、その兵種適正と合わせてもですね、やはり戦争で使うことはないかなというところですね。で、かたや政治なんですけど、97ということで、このゲームでもトップクラスの数字ということになってますね。魅力も高いということなので、内政官としては申し分ない非常に優れた武将ということになってます。次、こういう戦法見ていきたいんですけど、やっぱり戦争に出さん最大の理由というのは、この固有戦法が、内政用の戦法にあるということですね。形成催眠という戦法なんですけど、こちら武将が主政官に委任された場合、全資源産出量を 2.5% 増やすということが書かれてます。で、基本的に内政官っていうのは星4武将でいいんじゃないかなと思うんですよね。で、この動画自体が初心者へ向けてのということになってますので、特に星5をですね、内政官にっていうことはですね、ない状況にはあるんじゃないかなと思うんですけども、この形成三移民に関してはですね、内政戦法としては最も優れてるんじゃないかなって思うぐらいですね。これによる資源、産出量の増加っていうのはですね、かなりのものが見込めると思うんですよね。なんで、しっかり課金されてる方とか、あと、まあ、シーズン4ぐらいまで進めてる方とかだったらですね、この長将は他に回さずですね、内政官としてですね、全うしてもらった方がですね、もしかしたらゲームは進めやすくなるのかもしれないですね。で、ちょっと前の動画でですね、末冠中心という絆効果の紹介をさせていただいたんですけども、その絆効果の発動条件というのが、候補数、ロショック、で、シュシュンと家臣、この4人のうちの3人を使うことで発動するということだったんですよね。で、この中で、ロショックに関しては、固有戦法が内政戦法なので、まあちょっと戦闘向きではないということで、残りの3人で組ましたいところだったんですけども、僕、おすすめ編成ではロショック入れて家臣を外したんですよね。で、なぜかと言いますと、家臣っていうのは、固有戦法は戦闘用の戦法ではあるんですけども、属性があまりにも低すぎるので、その固有戦法がしっかり発動したところで何も怖くないということだったんですよね。かたや炉職に関しては知力は高いということになってますので、固有戦法は戦闘中に発動しないかもしれないですが、継承戦法にね、いい知力系の戦法を積んでればしっかりと働いてくれるんじゃないかということでですね、指名したということになってるわけなんですよ。なんで、この長将に関してもシーズン1とかでさらにあまり課金してなくて、で、星5武将をしっかり揃えることができてなくて、星4武将とかを使うっていうパターンですね。で、その星4武将が属性も低くて、で、戦闘用の固有戦法もいまいちっていうことだったらですね、この長所を使って、で、継承戦法に知力系の戦法を積むという選択肢も、まあ、なきにしもあらずかなと思うんですけども、本当に一時のことだけだと思いますね。ゲーム序盤中の序盤だったら、そういった使い方をする方もいるかもしれないかなというレベルにとどまるんじゃないかなと思います。次、継承戦法を見ていきたいんですけども、兵法という戦法ですね。アクティブ戦法で発動確率 35% ということになってます。若干低めですね。で、継承出所は長所と猛角ということになってます。で、猛角に関しても、まあ、星5武将で戦闘用の固有戦法持ってるんですけども、あまりにも使いにくいということでですね、ほとんど戦場で見かけることはありません。なんで、もしかしたら長所の方がその内政という、まあ、生かし方がありますので、猛角の方を餌にして入手することを進めたいかなと思いますね。で、戦法詳細なんですけど、自身及び友軍単体の連撃状態にすると、一旦持続するということが書いてます。なんで、突撃戦法なんかを持ってる武将にかけることができたら、かなり強力になるということですね。
で、シーズン2かななんかだと、長領と花公園と角化みたいな編成がすごい強かったんですけど、そういった編成に覚えさせることによってですね、その長領とか花公園に連撃状態を付与できたとしたらですね、相当強くなるということでですね、結構覚えさせてた方も多かったという記憶がありますね。ただシーズン4になってくると雷血戦というこういう、事件戦法が出てきますので、それで連撃付与が割と安定するんですよね。こちらの兵法に関してはちょっと発動確率が低すぎるっていうところがありますので、そうですね、まあシーズン3ぐらいまでの戦法かなっていう気がしますね。シーズン4以降はあまり使うことはないんじゃないかなと思いますね。ただその時に猛核を餌にして手に入れてたっていうことだったらですね、後悔も少ないんじゃないかなと思います。次、長将に覚えさせるおすすめ継承戦法の紹介なんですけども、随機応変というのがあります。これは美軸から継承できる A 品質の戦法ということになってるんですけど、内政戦法ですね。武将の政治を10に増やすという内容になってます。一応主政官に任命することを前提として考えてますので、政治が高い方がいいということですね。で、主政官に任命した場合バフがかかるみたいな継承戦法っていうのは、僕の記憶が正しければ存在しないということになってますので、それならばということで、こちら政治が上がるようなこういう継承戦法を進めさせていただけたらと思ってます。で、次、長所を使ったおすすめ編成の紹介なんですけども、一応戦闘には参加させないということなので、おすすめ編成というのも特にないということになりますね。まあ、槍が B なので、無理やりでも戦闘に出すんであれば槍部隊に組み込むのがいいかなっていうところぐらいですかね。もう自分でも言うてて苦しいのはすごい分かってるんですけどね、マジで戦闘で使うことっていうのは考える必要はないんじゃないかと思います。で、次、長所を使って発動させることのできる絆効果なんですけども、これも存在しないということになってます。で、この長所を餌として、入手できる事件戦法というのもですね、今のところは存在しないということになってるわけなんですね。なんでもう内政で、使うか継承するか、あとはですね、覚醒の餌とか兵法書の解放に使うとかいう使い方しかないかなと思いますね。まあ、5の武将なので兵法書の解放には重宝するんじゃないかなと思いますね。割と5の武将って有能なのが多いので、兵法書解放の餌としてですね、心置きなく使える武将っていうのが少なくなってますからね。まあ、この長所に関してもですね、兵法書解放とかいう段階になってたらですね、ちょっと内政官として欲しいかなって思われてる方も出てきてる頃なんじゃないかなと思いますので、ためらいなく餌にできるかって言われたらちょっと怪しいかなというところなんですけどね。まあ、ただシーズン1シーズン2とかの段階ではですね、その星5に内政官を担ってもらうような余裕は一切ないかなと思いますんで、まあ、特に兵法書とかの解放とか、あと覚醒の餌にしても最悪ですね、復元できますので、そういった使い方がメインになってくるんじゃないかなと思います。そしたら最後、三国志における長所の小話をしていきたいと思うんですけども、こちらの画像を見てどのような印象を持たれますかね。僕はこの画像を見た瞬間、うわめんどくさそうなジジイやなという印象でした。で、実際この人っていうのはかなり頑固でめんどくさい性格をしてたらしいですね。で、まあ、この長所っていうのはこんだけ政治も高いですし、知力も高いということでですね、割とその名声のある人物だって、もう二十歳ぐらいの頃からですね、朝廷に仕官するように言われてたんですけど、これを拒否るんですよね。まあ、国からうちで働いてくれって言われてるのに断ると。で、さらにですね、刀剣なんかにもその推挙されるんですけど、これも断るということでですね、で、結局刀剣に牢屋にぶち込まれるんですね。もう使えんのやったら牢屋に入っとれいうことでね、入れられてしまうんですけど、それでも維持でも使えないということでですね、もう頑固なところがあるんですよね。割と刀剣っていうのは名士を、まあ、軽く見てたところがありますので、その名士格の長所っていうのはですね、やっぱり使えるのが嫌だったんでしょうね。そんな人とには使えたくないということで牢屋にぶち込まれてたんですけども、その仲のいい人になんとか助け出してもらったというようなエピソードがありますね。で、この頑固な長所を射止めたのが孫策だったんですよね。で、孫策に使えることが決まった長所っていうのはですね、まあ、かなり重要なポジションっていうのを孫策に与えられることになります。で、孫策っていうのは割と若い時にですね、刺客にやられてですね、死んじゃうわけなんですけども、その遺言として、弟の孫権に、まあ、代を継ぐわけなんですけども、長所に対してですね、孫権のことを頼むと。
で、この孫権が支えるに足る人物じゃなかったら、代わりに長所をあんたが仕切ってくれっていうことを言って、孫策っていう死んでいくんですね。この話どっかで聞いたことないですかね。この話っていうのは、劉備と諸葛亮、この劉備が死ぬ時に諸葛亮に伝えた話とそっくりなんですよね。劉備っていうのは諸葛亮にですね、息子の劉禅のことを頼んだぞと。ただ劉禅が支えるに値しない人物だったら、代わりに君が職を取り仕切ってくれっていうことを諸葛亮に伝えて死んでいくわけなんですね。なんで孫策と長所の関係っていうのは、劉備と諸葛亮さながらの関係だったと捉えることもできるんじゃないかなと思います。でですね、その孫権の代になってから、この長所との、なんて言ったらいいんだろうな、もうものすごく折り合いが合わなかったみたいで、これね、どっちも悪いと思うんですよね。孫権も割と軽はずみな行動しますし、で長所に関してもしっかりとね、孫権を支えるつもりではあったと思うんですけども、やっぱりかなり出過ぎたことを言うタイプだったんですよね。こういった性格なんで、上の人にもずけずけものを言うと。でですね、引くことを知らんみたいな感じで、ただ、さらにこの長所っていうのは名声が高かったので、孫権からしてもですね、あ、こいつ鬱陶しいからクビとか、鬱陶しいからなんか牢屋にぶち込もうっていうわけにはいかなかったんですよね。で、長所と孫権の関係性を語る上でですね、僕が一番面白いなと思うエピソードはですね、公孫衍っていう勢力があったんですけども、呉に入りたいみたいなことを言うてきたんですよね。で、その時に孫権っていうのは、入りたいんだったら入ったらいいやん、そしたらちょっと段取り組むために使者を送ろうかっていう感じでですね、話が進んでたんですけども、長所がこれに断固反対するんですね。公孫衍なんていうのをなんか仲間に抱え込んだらろくなことにならんから、絶対にやめた方がいいということを言ったんですけども、もう孫権はもう普通に仲間に入れる予定だったので、ここでバチバチにこの喧嘩が始まってですね、もう孫権は刀を抜くぐらいにですね、もう怒りに怒りまくってたらしいんですけど、それでも長所は引かなかったんですね。で、涙ながらに国のためを思って言うとることなんやと、孫策様に工事を託されて、目の上の炭鉱部と言われようともですね、もう厳しい意見を言ってきたと、なんとか分かってもらいたいんやっていうことをですね、切々と語ったら、孫権の方も、分かったわと、ちょっとわしもやりすぎたわ、ごめんなということでですね、長所も、いやいや、私も臣下のくせに偉そうなこと言いすぎました、すみません言って、ここで和解するんですよね。和解したんですけども、孫権っていうのがですね、この公孫衍に使者を送っちゃったんですよね。そしたら、和解何やったんやっていう話になるじゃないですか。何も分かってなかったんやなっていうことでですね、もう長所は自分の家に閉じこもっちゃうんですね。でですね、孫権がこの公孫衍に使者送りましたけど、その使者っていうのが公孫衍に殺されちゃうんですね。殺されて、その首っていうのが義に送られたということでですね、まあ言うたら長所の言った通りになっちゃったわけなんですよね。それで孫権っていうのは、長所の言うこと聞いとったらよかったな、謝りに行こうということで、その長所が引きこもってる家にですね、謝りに行くんですけど、謝りに行ってもね、出てこないんですよね。一応君主が謝りにわざわざね、足を運んできてるんで、まあもうそこは折れないかんところやと思うんですけども、長所はいや、もう許さんということでですね、会おうとしなかったんですね。で、そんなんが何回か続いて、さすがに孫権もちょっと切れてね、もうほれやったら出てこんかったらええやんけということで、その長所の屋敷の扉の前にですね、土を持って出れんようにしたんですね。で、そして、それを知った長所っていうのは、いやいやいや、出る気ないしって、逆にもう入れるようにしてやろうと思って、今度その扉の内側から土を持って、外から開けれんようにするみたいなことをやったんですね。ここでももうバチバチに意地の張り合いをしてると。で、そしたら孫権がですね、これでも出てこんつもりかということで、屋敷に火を放ったんですね。それで屋敷がブワーッと燃えて、火事じゃーって、やばいやばいってなってるんですけど、長所はそれでも出てこなかったんですよ。出てこなくて、結局その家族にですね、長所もいつまでもう意地張るなーということで引きずり出されて、ようやく長所が屋敷から出てきたということですね。で、出てきて、ここでまあちょっと孫権が、まああえて謝ってっていうことでですね、またちょっと長所もしぶしぶ、出勤するようになったみたいなエピソードがあるんですね。もうこれ聞いた時ちょっと面白かったんですけど、ものすごいなんか頑固な感じと孫権との関係性っていうのが分かりやすい内容になってるなと思うんですよね。
で、孫権が国を建てた時ですね。って言ったらですね、城将っていう役職を、まあ、置かないかんわけなんですけども、その、例えば、漢ですね。まあ、三国志の前ですね、五漢末期の時代だったらですね、曹操が城将についてましたよね。で、蜀の国だったらですね、劉備とか、あと劉禅が、まあ、皇帝ということになってて、で、城将っていうのは諸葛亮だったということです。で、その号に関しても、孫権が皇帝で、じゃあ城将誰にするかっていうところなんですけど、もう配下の人たちはもう満場一致で長所を押してたんですよね。他におらんやろ、適任のやつは、ということでですね、みんな城将は長所様に、みたいな感じだったんですけども、孫権はなんやかんや理由つけて、この長所だけは上昇につけなかったっていうエピソードもあるんですね。それだけ上昇っていうその、まあ、非常に重要なポジションですね、まあ、皇帝の次に偉い人で、もう全ての、そうですね、日本でいうところの総理大臣みたいな立場になるかなっていうか、もう全ての大臣をの権力を持ってるみたいなのが上昇だったと思いますので、そういった立場に長所をつけたら偉いことになるわということで、孫権はここをなんだかんだかわしてですね、他の人を上昇に任命したというようなエピソードもあるという感じですね。なんで、まあちょっとなんか肉面関係ではあるんですけども、孫権はマジでこの長所のことは嫌がってたんだろうなという感じですね。ただ、その、有能なんで外すこともできず、でですね、その、言うたら名声も高いので、邪険にすることもできずっていうことで、本当に扱いには困ったんじゃないかなと思いますね。で、長所っていうのは結局80歳以上まで生きたんかな。で、まあ、結局亡くなるわけなんですけども、この長所が亡くなった後の孫権って言ったら割ともうボロボロと言いますか、その、長所がおらんなって辛いっていう意味でボロボロになったわけじゃなくて、やっぱお目付け役がおらんようになったと、口うるさい人間がおらんようになったことによってですね、なんかこう、還元に乗るようになったりだとか、まあ、なんせ国内がガタガタしだすんですよね。で、やっぱりこういった長所みたいなですね、こうしっかりとものを言えるで頭のいい賢人みたいな人ですね、は必要だったんだなっていうのがですね、その孫権のその末路を見てるとすごく感じるところだなっていうのが僕の感想です。はい、いかがだったでしょうか。今回は初の内政官の紹介ということでですね、長所を解説していきました。今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。